中山康彦は、日本の文学者。学位は、文学修士。公益社団法人大日本報徳社社長。東京学芸大学名誉教授。新潟大学教養部講師。東京学芸大学教育学部教授。東京学芸大学教育学部主事、東京学芸大学附属図書館館長。東京学芸大学学長。 国立大学法人なら教育大学理事、独立行政法人国立青少年、教育振興機構幹事などを歴任した。1943年、静岡県小笠郡、土方村に生まれる、注釈一。肺結核により、中学校を1年間休学したものの、静岡県立掛川西高等学校を経て、東京大学に入学した。大学卒業後は、 大学院人文科学研究科に進み、修士課程を修了した。大学院修了後、新潟大学に採用され、教養部にて講師を務めた。その後、東京学芸大学に転じ教育学部の講師となる。その後、助教授、教授と承認した。その間に、教育学部の主事や、付属図書館の館長も兼任した。2003年11月10日に、 東京学芸大学の学長に就任し、2010年3月31日に任期満了で退任した。同年、東京学芸大学の卒業生や教職員らで構成する壁妖怪の会長に選任された。また、東京学芸大学より名誉教授の称号を授与された。2010年4月、奈良教育大学、奈良教育大学附属中学校、 奈良教育大学附属小学校、奈良教育大学附属幼稚園などの各学校を設置、運営する国立大学法人奈良教育大学の理事に就任した。理事としての職務は、障害、連携担当であり、教育担当の中谷明、総務担当の宮崎秀夫ら他の2名の理事とともに、理事長の長友常とを支えている。また、 国立オリンピック記念青少年総合センターなどを管理・運営する独立行政法人国立青少年教育振興機構の幹事に就任した。なお、独立行政法人大学評価、学位授与機構の評価研究部にて客員教授を務めている。なお、教育・研究活動と並行して様々な公的活動や社会活動にも従事した。 掛川駅の木造駅舎保存を訴え、掛川駅木造駅舎を保存、活用する会の会長を務めた。法徳運動にも携わっており、公益社団法人である大日本法徳社にて役員を務めた。2018年3月7日に社長の新村淳一が死去したことから、同年3月14日の社員総会により、公認の社長に選出された注釈に、 2015年4月18日には、掛川市ボランティア等を全校功労表彰を受けている。研究対象は文学であり、ドイツ文学とドイツ社会思想を専攻する。学生時代に、いかに生きるべきなのか、何のために生きるかに悩み、それを模索する過程で、教養小説の系譜を持つドイツ文学に関心を持ち、専攻を決めるきっかけとなった。ドイツの教養小説の魅力について、 主人公がいろんな人と出会いながら、自己形成をしていくことに惹かれたと語っている。奈良教育大学学長の長友常とから、同大学の一部の学生は、東大寺社な仏像を見たことがないまま卒業するとの、逸話を聞くと、修山は、自身が、静岡県出身だが、富士山に登ったことがないと冗談めかして明かした上で、意識性がないとダメだと主張している。 奈良教育大学の学生らに対して、こんなに古い歴史があるところは日本では他にはありません。大変なところに住んでいるのですと指摘し、その点を意識するよう訴えた上で、アスカ、白鵬、さらには、くダラと奈良に関わる歴史は徹底的に学んでもらいたいと語っている。また、それらの歴史を学ぶ意義について、記憶が深いということは直面している。 現代的課題に対しても、それだけ深く考察できると語っている。東海旅客鉄道掛川駅の木造駅舎を保存するため、寄付を呼びかけるなど様々な運動を展開し、駅舎の保存、活用に尽力した。この木造駅舎は1933年に建設されたが、老朽化が進んでおり、耐震性が不安視されていた。2006年、市長の戸塚信也は、 東海旅客鉄道に対して地震等に備えて安心、安全な駅舎にしてほしいと要請した。2008年、市当局は掛川市議会に対して駅舎の建て替え計画について説明した。しかし、議員から異論が相次ぎ、同年12月11日、掛川市議会の経済建設委員会は現在の駅舎を残した上での耐震補強の実施を 要求する総意を取りまとめた。その結果、駅舎自体の建て替えを主張する勢力と、木造駅舎を残し耐震補強の実施を主張する勢力とが対立することになった。しかし、翌年の市長選挙において、駅舎自体の建て替えを主張していたと使わ落選した。このような状況の下木造駅舎の保存を主張する勢力の中心となり、2010年2月に、 掛川駅木造駅舎を保存、活用する会を設立し会長に就任した。多くの人々が乗校し、幼い頃から見上げ、汽車に乗り、友人を迎え、そして送った、あの木造駅舎が今に残っている。稀有なことである。奥の深い風景であると述べ、その意義を称えた上で、合理的に急速に変化する現代の生活は、便利ではあるが、人を薄く、軽くしていく。 対して古いものには、たくさんの歴史と思い出が宿り、深い記憶が眠る。この絶妙なバランスこそが、町の豊かさを構成し、心に潤いを与え、未来への活力になるのだ。そのシンボル、掛川駅木造駅舎を大切に残そう。そして未来につなごうと呼びかけた。掛川駅木造駅舎を保存、活用する会は、掛川駅木造駅舎保存寄付金への寄付を、 呼びかけたが、目標額を大きく上回る6,700万円帳が集まった。この保存運動は、日本国外においても注目され、中華民国の歴史資源経理学会や、大韓民国のウルサン広域市中区当局などが、相次いで視察している。また、日本中札アメリカ合衆国特命全権大使のキャロライン・ケネディは、母親のジャクリーン・ケネディオナシスが、 グランドセントラル駅の駅舎保存運動に携わっていた絵もあり、メッセージを送っている。日本博覧図、静岡県に掲載された修山亭の前景静岡県掛川市の修山家は思想家や医師を多く輩出している。修山の祖父である修山京平は、法徳思想の普及に尽力し、社団法人第二本法徳社の副社長を務めた。また、 修山家の分家筋にあたる和子山要塞も法徳思想を広めると共に医師として活動した。要塞の娘にあたる吉岡弥生は東京女子医科大学の設立者として知られており、吉岡家は現在も学校法人東京女子医科大学理事長などとして大学の運営に携わっている。また、修山康彦の先祖は籠の花の屋号で蔵元を営んでいた。 カゴの花の銘柄、花の子は、集山らの依頼により、株式会社、土井酒造場が復元し、限定で発売している。ありがとうございます。